かやば町駅は東京都中央区日本橋かやば町一丁目にある東京地下鉄の駅である日比谷線と東西線が乗り入れている駅番号は日比谷線が H13 東西線が T11 地下駅で日比谷線は相対式ホーム2面2線東西線は島式ホーム1面2線を有する東西線は中野川に非常用として片渡り線と 信号呼気症を持つ。かつては、両当たり線の分岐器が設置されていた。かつて、中野方面駅電車では、当駅停車中に、当駅発車後、ポイント通過のため揺れますのでご注意ください。という注意喚起が、車内放送や車内案内表示機で行われていたが、両当たり線通過による揺れと分岐器保守の軽減を、目的に、片渡り線化されたため、現在は、流れていない。 日比谷線の建設時に地下鉄五号線の建設が確定していたことから、あらかじめ日比谷線と東西線の交差部には、東西線の駅区体が約39メートルにわたって構築されていた。日比谷線開業当初は、築地駅などのように、ホームとその両端に改札口と出入り口を有するシンプルな構造の駅であった。その後、東西線の開通で、 乗り換え駅となったが、東側に亀島側が流れており、東西線ホームを日比谷線ホームの中央に寄せて t 字型の乗り換え駅にすることは不可能だったため、やむなく永代通りと新大橋通りが交差する茅場町一丁目交差点を軸にした L 字型の駅構造となった。当駅は上野駅、勤とむ管区茅場町地域として近隣の駅を管理している。 東西線ホームの上の改札外地下通路には、都営地下鉄浅草線の日本橋駅に通じる連絡通路が設置されている。さらにその先は、東京メトロ日本橋駅にも通じているので、当駅の中央改札から日本橋駅の西端まで改札外地下通路を歩くことができる。ただし、乗り換え駅には指定されていないので、連絡普通券では、相手駅に入場できない。 また、パスもスイカで乗り継いだ場合は、割引が適用されず、それぞれの SF 乗車に対して、下車時に乗車区間の運賃が減算される。東駅西改札から都営浅草線までの地下通路は、通行時間が6時から23時までとなっており、これは大晦日から元日の終夜運転時も同様である。この通路の管理は東駅であり、都営浅草線側のシャッターも、 開閉扉は当駅の駅員が行う。1969年の東西線全線開通、さらに1996年の東洋高速鉄道との総合直通運転開始、そして1990年代後半以降の高徳、江戸川区エリアでの大規模なマンション建設による沿線人口及び利用者数の急増により、当駅についても駅構造の欠陥が浮き彫りとなった。 階段やエスカレーター側の通路では人の流動が向上的に滞るなどその構造に問題が生じている。特に東西線ホームの階段横の通路は幅が3メートル程度しかなく、校舎、乗車、ホーム移動それぞれの乗客の動線が入り乱れてラッシュ時には向上的に危険な状態になっている。東京メトロでは これらの対策として朝ラッシュ時のホームに駅員を増員し、さらにアルバイト駅員や警備員を配置することなどで、乗客の安全監視と流動確保を行っているが、根本的な改善には至っていない。また、これらの混雑を嫌った乗客が、日比谷線は北千住より車両、東西線は西船橋より車両に集中し、混雑の偏りを引き起こして、車両内、 ひいては体系の悪影響を引き起こしている。これらの問題を解決するため、2010年11月に発表された東京メトログループ経営計画、フォワード東京メトロプラン2012において、ワイドドア車15000系の導入と合わせて、茅場町駅の改良が明記された。日比谷線ホームの人形町よりの拡幅は2016年度に完成し、引き続き、 東西線ホームの門前、中町より40メートル延伸及び延伸部分への階段、エスカレーター増設工事を行っている。2022年度に供用開始予定である。全ホームにおいて発車メロディを使用している。東西線ホームでは2015年6月4日から向谷実る作曲のメロディを使用している。日比谷線ホームでは2020年2月7日から スイッチ制作のメロディを使用している。近年の1日平均乗行人員は、下表の通りである。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。株都庁に近接するため、証券会社が多く立地する。また、大手企業の本社も多く立地する。しかし、1997年当時に、業界大手であった山市証券が、経営破綻するという、いわゆる、 山市ショック以降、銀行や証券会社の統海合や合併、解散、本社移転などが、相次ぎ、世界三大金融街の一つと呼ばれながらその、華やかさは失われつつある。一方で、茅場町駅は2路線が乗り入れ、隣駅で3路線乗り入れる日本橋駅も、地下通路でつながるなど徒歩圏内であり、東京駅、羽田空港などの交通拠点や、東京ディズニーリゾート、 日本武道館、浅草、浅草寺、東京スカイツリーなど観光各地へのアクセスの良さから、駅周辺にはビジネスホテルが立ち並んでおり、出張客や観光客が宿泊に利用している。最寄りバス停留所は、永代通りと平成通りにある、茅場町、永代通りにある、かぶと町、および平成通りにある、茅場町、かぶと町東初前である。 以下の路線バスが乗り入れ、東京都交通局、平和交通、西岬観光、日の丸自動車工業により運行されている。かつて存在した旧型の大型駅名標。注車区出店。ありがとうございます。